あのサブスクっていうか、あの iTunes とか LINE Music とか音楽の配信アプリで配信してるので、よかったら、君の物語っていう題名なんですけど、川西夏樹で調べてもらえたら出てくると思うので、よかったら調べてもらえたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ歌いたいと思います。よかったら、また家を持って帰ってもらえて嬉しいです。よろしくお願いします。